愛十分ね。嬉しそうね。なかなかやるじゃない。今週はレースがあるわね。気合い十分ね。いい感じだわ。二番人気ね。ただいまより投票受付を開始します。春の小馬戦線の勢力図を展望する一戦であります。スタートを切りました。11頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。旗のミラクル、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。そしてその後ろからサイレントハンター、それから5番スターレセプション、8番エモシオン、その後ろ3馬身くらいあって2番タイキブライドル、ステイゴールドがそのうちにいます。そして外からは10番マチカネ福来たる、6番アドマイヤコール、エリモソルジャー、それからグリーンプレゼンス、しんがりからマチカネ三四郎。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと11になって、いよいよ直線、先頭行くのは11番サイレントハンター、外からは旗のミラクル、外からは旗のミラクル、先頭はサイレントハンター、外からエモシオン、エモシオンが3番手、先頭は11番サイレントハンター、旗のミラクル、先頭外から1頭ステイゴールド、内か外かほとんど同時。次は見返してやりましょう。一着レースを終えた馬が戻ってきたわ。そう
気いっぱいね。うん、いい感じじゃない。知ってるかしら、トランス持つかしら。嬉しそうね。今週はレースがあるわね。うん、いい感じじゃない。嬉しそうね。一番人気よ。ただいまより投票受付を開始します。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。スタートに出した12頭立ち遅れました。1番 AM トップダウン、注目の先行争いでありますが、サイレントハンターが行く構え。アラバンサ外を通って12番飛行機雲、それからもう1頭ランフォザドリーム、カタロミラクル、2番ヒカリサーベット、ミッドナイトベッドが並んでいっています。それから待ちかね服来たる、そして外からはエリマエクセル、それから6番タイチブライドル、そしてその後ろから AM トップダウン、ちょっと離れて11番ジムカーナであります。さあ前の方はどうなっているのか。アンコザドリーム、9番プロイバタイ、カタノミラクル、カタノミラクルは4番手といったあたり。先頭はサイレントハンター、待ちかね服来たる、懸命に追う待ちかね服来たるが2番手、カタノミラクル先頭は9番カタノミラクル、待ちかね服来たるがかわした。これは激しいレース。1着4番待ちかね服来たる、1番人気のカタノミラクルが2着。次は見返してやりましょう。1着レースを終えた馬が戻ってきたわ。そういえば、ちょっと聞いてよ。知ってるかしら、ちょっと聞いてよ。
感じじゃない？うん、いい感じじゃない？馬券？勝ち負けじゃなくて夢を買うと思えばいいんじゃないかしら。うん、いい感じじゃない？いい感じだわ。そういえば、いいわね。うん、いい感じじゃない？知ってるかしら？ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。7番レガシーハンター行くんでしょうか。内を通ってスルスルとビッグサンデーが上がっていきました。ちょっと離されましてロードアックス、そして外からは肩のミラクル、これをマークするように11番つくばシンフォニー、その内からはアメリカンボス、そしてその後ろからミツル流砲、その内に6番シグナスヒーロー、そしてその外に9番鶴丸凱旋、それから8番リワードニンファ。第3コーナーに向かいます。12頭その後ろでやりましょうか。1番トダンテスピードワールド、流れるようにレースが展開されています。ビッグサンデーがレースを引っ張るようになりました。まもなく欅を通過します。この辺りちょっと離れているレガシーハンター、そしてそのうちにロードアックス、外から1頭肩のミラクル、府中のスタンドが揺れています。肩のミラクルは3番手といったあたり、ビッグサンデーが大きくリード、外から差を詰めてきているつくばシンフォニーが3番手、先頭はビッグサンデー、つくばシンフォニーが襲いかかる、ムチが飛んだ、横山とつくばシンフォニー捉えるか、つくばシンフォニー、肩のミラクルが差を詰めてくる、先頭横山とつくばシンフォニー先頭つくばシンフォニーが勝ちました。肩のミラクルは2着3着にレガシーハンター。次は見返してやりましょう。1着11番2着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。
しら。ライバルも手強そうね。ただいまより投票受付を開始します。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。ゲートが開いて飛び出した9頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはベダウィ、ダリアプールがかわしていきました。インディテナス、カタノミラクルがそのうちにいます。スインディーボトムへと向かう9頭、それから6番レイラミ、それから離されまして2番シルバーペイトリアーク、フルーツオブラブ、それからもう1頭サンシャインストリート、オースがその後ろ。もう一度整理しておきましょう。8番ダリアプールがレースを引っ張るようになりました。そのうちにインディテナス、そして3番手にカタノミラクル、それからもう1頭ベダウィ、そしてその後ろから6番レイラミ、2番シルバーペイトリアーク、5番サンシャインストリート、そのうちからはフルーツオブラブ、そして1番人気のオース、うまくいっているんではないでしょうか。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行くのはダリアプール、4分の1馬身リード、そのうち4番インディテナス、台風の目となるか肩のミラクル、非常に怖い馬です。外を通ってベダウィ、それから足毛の馬体レイラミ、シルバーペイトリアーク、それからサンシャインストリート、そしてその後ろから3番フルーツオブラブ、その外からはオース。先頭は依然としてダリアプール、そしてそのうちにインディテナス、至福の時を経て復活なるか肩のミラクルと武豊騎手。さあスコット競馬場のスタンドから大歓声が上がります。肩のミラクルは3番手といったあたり、さあ先頭はダリアプールが半馬身リード、肩のミラクル捉えるか、肩のミラクル先頭に立った、ムチが飛んだ、モルトとサンシャインストリート、サンシャインストリート懸命に追う、さあ抜けました、肩のミラクル外から1頭ベダウィ、スコット競馬場の大歓声に迎えられて肩のミラクル1着、海外でもその力を見せつけました。獲得賞金は1000枚突破。
5番、3席、9番、以上のように確定しました。